行ってみましょう。 FFMB について喋っていきたいと思います。まず1つ目の F、 これはフリー、無料であなた自身の発信をしていくっていうことですよね。そしてフロント商品を作ってですね、いくばっかのお金をいただきながら、このフリーで出した、無料で出した情報に対して集まってきた、要は属性が近いわけですよね。興味関心がある人たちの中から、さらに好奇心のある人たちを満たしていく、スモール商品を出していきましょう、単価の安いものを出していきましょう。それで集まっていただいた中でもっと知りたい、もっと経験したい、もっと私は体験をしたいんだっていう人たちを対象にしたミドルエンドの商品を、提供させていただいて、その後バックエンド、大きな、インパクトのある、バックエンドの商品を提供させていただくっていうことなんですよね、これについて今から喋っていきたいと思います。まずもってあなたが無料で発信できるもの、まあ言うなれば、農業革命が起きたわけよね。その前は狩猟民族じゃない、あのエホエホ言って鹿捕まえたりして、それをみんなでシェアして、食べるっていうライフを送ってたわけだけど、農業革命が起きたわけよ。で、農業革命が起きると稲作とかね、畑とかなるから、その今までは獲物に対して移動していた民がですね、畑に対して定住した民に変わったわけよね。今と同じ定住型の雛形ができた時代です。そしてもって穀物を作るようになると、穀物は食べ込むことができるので貧富の差を生んでいくんだよね。なので、今の雛形である定住型貧富の差っていうのを作り上げたのは、この農耕民族が作り上げていったもの、農業革命というのが起きたわけ。その後工業革命というのが起きるよね。この工業革命が起きるとですね、ガッチャンガッチャン機械を動かして、で何で動かすかっていうのが、水蒸気で動かしてたのが、動力が何で、取れるかが変わっていったわけよね。石炭に変わっていったり、それが石油になっていったり、それが、原子力になっていったりという動力の発生のソースが違っていくだけで移り変わっていったように見えるんですけど、言うなれば産業革命が起きたことによって変わっていった。農業産業、今農業って言われてるんですって。農業の網は網、要は情報革命ですよね、情報が要はビジネスになっていく、情報革命が起きてきたんです。情報、はじめはですね、多分なる情報を持ってる人と持ってない人の格差が生まれたんですが、皆さんのお手元にあるスマートフォンが手に入ったことによって、情報量に関してはほぼ均一化されたのね。何が大きな差になってるかというと、発信してる人と受信しかしない人の格差が生まれていったっていうことなんです。なので皆さんにやっていただきたいのは、発信してみるっていうことですよね。発信していくっていうことですよ。で、それをまずフリーでやっていただくとどうでしょうか。これは大きな格差につながっていきます。千年に一度か数百年に一度しか起きないような、この大きな移り変わりの時に、わざわざあなたの魂はこの時代に旅人としてやってきたんです。そりゃそうですよね。どっか、旅行に行った時に、わあいい時に来られた、明日トマトを投げつける祭りがあるのよとか、ラッキーとか思いますけど、昨日も今日も明日も変わらないような、平凡たるようなところを見るよりは、変革があるところを見たい、そんな好奇心旺盛の魂をあなたはお持ちであるんです。なので旅人としてこの時間を過ごしていただくとするならば、ぜひとも発信をしてほしいと思うんですね。旅人としてあなたが見つけた面白い、あ、そうなんだ、なるほどねと思ったことをまず発信してみる。 SNS で発信するのもいいですよね。 Twitter もあれば、 Instagram もあれば、 Facebook もあれば、いろんなものがありますけど、発信してみる。もしくはノートとかブログで文字にして発信してみるっていうやり方もありますよ。そしてインスタライブと、ライブ形式でおしゃべりになりながらね、それで、あなたをいろんな人に見つけてもらうっていう方法があるね。そうやってあなたが発信すると、あれあれ面白いことを言ってらっしゃる人がいるわっていうことで集まってきます。私にそんな力あるかしら。ない方はこういう方法もあるよ。
で私が見つけた面白い方です、どうぞって言って喋ってもらって、いやーどうでしたか、前回に引き続き今回もめっちゃ面白かったですね、どうもありがとうございました、来週はこんな面白い人です、この方法もありますよ。なので自分の猫と僕をよく見つけてくださいね。私は発信者として前に立って喋るのが得意だっていう方はそれを使えばいいし、私は喋るのは苦手だけど聞き手としては得意なんだっていう、こういう方もいるね。だけど喋り手としてダメ、ボコ、聞き手もボコだと、聞き手としてデコを持った人と喋り手としてボコを持った人をコンバインさせて裏方に入るっていう発信の方法もあるんですよ。なので一概に皆さんがユーザーエントリーで受け取る側として常にこの社会と接しているとデコの人しか見かけないはずなんですよ。しかしながらデコの人たちの裏方には必ずそのボコを持っていって、違うデコを持っている人たちが集まっていてですね、成り立っているっていうのは実は発信サイドに入ってみないと見えないことなのかもしれませんよね。なのでぜひとも自分の発信っていうのを志していただくと、初めはすっとんきょんかも分かりませんけど、そこからトライアンドエラーの後、ことをなし、形をなし、やってくるものが出来上がってきます。そうするとね、コミュニティが生まれてきます。例えば私は何々さん推しって手を挙げた瞬間、私も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 ってこうやって発信すると集まってくるんです。でコミュニティ化をやってほしいと思うんですね。しばらく前のインターネットっていうのは大きなメガホンのようにね、テレビじゃないと、ラジオじゃないと、新聞じゃないと発信ができなかったものを一個人が発信できるということで、発信の民営化っていう形として大きなメガホンを手に入れたわけよね、インターネットっていう。だから文化祭やった時に、ハンバーガーありますって大きな声で言えた、そのお店が一番集まるわけですよね。もうあんな大きなメガホンで言われたら、うちの店に来る前に3年 A 組に行っちゃうわよねみたいな形。しかしながらそれがみんながメガホンを手に入れた形になっていったので、今はインターネット上の村かって言われてるんですよね。村、ビレッジ。これ何かというと、あなたと同じような趣味、思考、推しを持っている人たちが集まってきて、そしてですね、私も同じ、私も同じっていう、属性の近い人、感性の近い人、趣味思考の近い人たちがお集まりになっていくというものを生んできたんです。だから4万人フォロワーがいる、5万人いる、2万人いる、1万人いるよりも200人しかいないけど、一つのコメントに70個ぐらい、一つの発信に70個ぐらいコメントがつくような人の方が、こういうの難しい言葉でエンゲージメント、関係性の強さですね、エンゲージメントの強い関係性を作ったものの方がバリューが高いって言われているんです。なのでぜひあなたがポーンって打ち上げた、この何花火に対して集まってきた人たちがいるわけよね。でこの人たちとわちゃわちゃするっていうことを楽しんでいただくっていうのが、まずフリーの段階で重要なことなんです。なぜこのコミュニティっていうのが、バリューが高いかということですけど、世の中全体がコモディティ化してるのね。コモディティ化っていうのは、まあ、言うなればお腹いっぱい状態になっとるということです。日本の電化メーカーが優秀だった時、今も優秀なんですよ。だけどコモディティ化してるからヒットしないっていうことなんだよね。例えばシャープ亀山モデル、これ三重県の亀山市で作ってたんだよね。僕三重県出身なんですっごい嬉しかった。シャープ亀山モデル、あの薄型テレビが出てきた時にすごいみんな、なんか新しい未来のものがやってきたって興奮したと思うんですよ。だけどより大きくなり、より価格が下がってきて、より美しく音もいいってこうなってくるとですね、そこに一点集中ってことで買い物がされていたわけですが、もうそれ以上成長する行く先がないよねと。例えば朝ランニングにテレビがついてきますとかね、背中向けると揉んでくれますとか、朝トーストも焼けます、いらないよね。そうなってくるとどうなるかというとですね、もう限界値に達するわけ。もう進化の行方がないじゃないか。こうなるとどうなるかというと、
他のメーカーが追いついてくるんです。そして追いついてきて同じ性能になると電気屋さんではこうなるね、これなんで50万でこれなんで12万なんですか、はい、あのメーカーが違います、性能は大体一緒です、性能一緒なの、だったら安い方がいいよねってこうなりますよね。今こうなっているんです、中身一緒ですよ。そうなってくると労働力を獲得する賃金の安いところで作ったものが安く作れるわけ、そうすると太刀打ちがならなくなってくるっていう現象が起きてくるじゃないですか。要はみんなお腹いっぱい状態になっていて、新しいプロダクツが出てきてもそれ欲しいと思うような形にはなっていないんです。じゃあどうするか、いっぱいになっている隙間を探すっていうことを今やってらっしゃるのね。だから古着屋さんっていうより開いた形でたくさんの人を相手にするより、ゴスロリオンリーっていう形でギューって絞った古着屋さんの方が当たるんだよね。ニッチな方が当たっていく、絞った形のすごくこのそんなものを欲しがる人いないと思うよ。欲しがる人なんて本当に限られた人たちだと思うよというものをギューッとやった方がバズったりするっていう時代に今なっているっていうことなんですよね。そのコモディティ化してる、そして情報がとんでもなく多い、なんか1日にアップされた YouTube を全部見ようと思うと82年かかるらしいよ。毎日毎日一人分の人生かかるんだって。それぐらい情報が多い、そして人口が少なくなっている、グッ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 って難しくなってきている。今何が求められているかというと、同じような価値観を持った人たちが集まっているコミュニティがものすごいバリューが高いということよね。テレビでコマーシャルをポーンと打っても売り上げが動かないんだって。これはなんでなんだろうな、逆に売り上げは何に紐づいて上がってるんだろうかということを調べた里川さんという方がいらっしゃいます。もともと電通の方ですよね。これ何に紐づいて売り上げが上がってるかというと、たった2割の人たちが8割の売り上げを、買い物してると。この2割の人たちはその製品、そのメーカー、そのカルチャー、そのコンテンツのファンだったっていうことですよね。ファンの人たちが8割の買い物をしてるっていうことなんです。要はいかにファンの人たちをコミュニティ化していくか、これが重要だというようになってきているわけです。